ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。今日は、2021年の3月31日です。はい。去年ね、コロナでちょっと来れなかったんですけど、今日はお休みだったんでね、せっかくなんで来てみました。なんかすごい綺麗な駅ですね。あと電車とホームがなんか映画の中の世界みたいで、すごいかっこいい駅ですね。はい、左側が山手線で右側が京浜東北線です。で、なんかねこっち側から、上に登ったらどうやら、反対側の方が駅の改札口になってましたね。はい、これが駅の改札口です。全然ね調べてこなかったんでよく分からずに来ちゃいました。で外に出てみるとこんな感じですね。まだね、再開発中なんで、まだ全然駅前に何もないんですけどね。はい、ほらこの左側がね今、何か立ててるらしいですね。はい、何にもありません。まだこれからですね。あと風力発電のなんか実験みたいなことをやってるみたいですね。真ん中のあたりでくるくる回ってるやつが風力発電みたいですね。はい、ここにどうやら海外の優秀な人材を集めるというふうになんか記事に書いてありましたけどね。優秀な日本人はどこに集まるんだっていうふうに思ってるんですけど、今度はねこれ反対側の方を見てます。駅のねところで多分ここもなんか、デッキがねできるみたいですね。完成予想図を見るとねここもデッキができるみたいに書いてありましたね。ガラスとかなんか屋根がすごいんですよね。でこれは、またね駅の中に入りました。ホームになってます。まあ、日本だとね、ホームのところで撮影しても OK なんですね。でまあ黄色い線からねはみ出ないように。はい、で遠くのところの白いやつが新幹線ですね。で青い電車が、京浜東北線です。で今見てる方向が、東京駅の方を見てます。なんでね京浜東北線が、次のね新橋駅の方にね走っていってますね。僕の方はね緑とオレンジ色の電車が、まあ、宇都宮線とかあと東京上野ラインの電車になってます。最近ね動画の編集をする時間がなくて、なんでかっていうとオンライン英会話をしないといけないんですね。なんでねちょっと編集する時間が取れなくてなかなかねアップする時間がなかったんですね。まあ、今日はねゴールデンウィークの初日昭和の日なんでね休みの、日にちょっと編集して動画をね作ってみました。オンライン英会話をね始めてみたらね今まで習ってきた英語の発音が違くてなんていうか聞き取れないんですよね。だからねちょっと今、母音と子音の発音の練習からねちょっとやり直してますね。はい、結構ね友達を増やしたいなと思ってそれで頑張ってます。その方が楽しいですよね。はい、で、そろそろね、新型の E235 の山手線が来ます。あ、これ来ましたね。これが新型の山手線です。まあということで、まあ、高輪ゲートウェイにはね調べないでちょっと来てしまったんで、まあこの動画を見てね雰囲気だけでも、分かったんじゃないかなと思います。なのでね皆さんはねこれを見たら多分他にもなんだ無人のコンビニのお店があるっていうのとか、あとロボットがなんかどこかにいるらしいんですけど、まあちょっとね私今回見つけられなかったので、まあこのね、動画で多分あの辺に何かがあるのかなっていうのを感じてもらえればいいかなと思います。まあ、私もねちょっとね全然なんだろう本当はロボット見たかったんですけどロボットが見当たらなかったんでちょっとまたね調べて、ロボットを見に来ようかなと思います。あと無人のねコンビニも使ってみたいですね。はい、ということでね、今日はね短めですけどこれで終わりたいと思います。また英語の勉強しないといけないということで、はい、ご視聴ありがとうございました。